こんにちは、タンサックです。今回は松江六地蔵さんの札内2番目と3番目の龍角寺を探索に来ました。龍角寺の名前の通り、いろんな場所に龍がおられる。このくぐり抜ける松は龍を見立てちょるのか、龍の胴体のような見事な松に育っちょう。松江にこんな場所があったとは。奥へ進むと赤い前掛けをしたお地蔵さんを発見。この背中がくっついたお地蔵様も圧巻ですわ。360度お地蔵様を拝むことができます。札打ちをする場所は一番奥。ここに天神地蔵様、大橋地蔵様がお祭りしてありますので、最低2枚のお札を貼りましょう。龍角寺のお札貼りが終わったら、お隣には宗泉寺と浄栄寺が並んじょいます。こちらにもちらほらお地蔵様がおられるけん、こちらも一緒に回るといいですね。覗いてみてくださいね。最後まで見てくれて、だんだんいいね評価とチャンネル登録お願いします。